こんにちは、かいこじです。今日もですね、相模湖ドローンフィールドに来てます。いやー、今日はね2回目の練習なんですけど、張り切ってやっていきたいと思います。で、前回は目標としてはですね、機体を壊さずに1日を終えるっていうことだったんですけど、それはねバッチリ大丈夫でした。はい。で、今日はですね、一つは機体を壊さないっていうことと、もう一つ、ゲートをくぐっていきたいなと思います。あとはね、スプリットとか、スプリットっていうのはこういうやつですね、とかフリップね、フリップっていうのはこういう動きとかをちょっと綺麗にできるように練習していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずね、アナログの機体から飛ばしていきたいと思います。デジタル FPV システムユニットをつけると、他のねアナログ機にかなりこうノイズが出たり影響が出るんで、それは様子見ながら使っていきたいと思います。よっしゃ、もう寒い。いきなり行こうとしない、いきなり行こうとしない。上を通って感覚をまず掴む。その上を通って、もうゲートがそこだと思って。ああ、なるほど、ゲートの上を通って、ね。手前がどういうふうに入っていけばいいかとか、そういうのが分かるようになる。はい。おお、怖かった。楽しい。ペラめっちゃ曲がった。これはグイッと曲げて直すそうです。よし。さあ、行きますよ、デジタル。
ラスト。よし、いきます。うわ。なんかおかしいんだな。はい、今ちょっとラストフライトをしようと思ったんですが、デジタルの方でなんか飛び立った瞬間にコントロールが効かなくなって落ちてしまったんで、ちょっと細かく見て、修理したいと思います。今日はもう十分飛ばしましたね。はい、楽しかったです。ゲートは相変わらずあんまりくぐれませんでしたけど、スプリットしたりフリップしたりっていうのも楽しめました。はい、またちょっと練習していきたいと思いますんで、よかったら次回以降も見てください。さよなら。なんかだいぶ飛ばせてるんじゃない。いやいや、ただ全然くぐってはいないんでフリップしたりとか、うん、なんかクイックにターンしたりとか、そういう練習だけしてます。今この旗をぐん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 行くのってすごい難しくて、スラローム、スラロームが全然できないですね。スラロームはいろいろ複合技だから。あ、そうなんですね。なんかたまにできるんですけどなんか自分でもどうやってやってできたのか分かんなくて、あんまり。はい、スラロームはお尻を振る感じでヒョインヒョインヒョンって、なんかドリフトみたいな。そうそうそう、ダメだ、ちょっと感覚がつかめないです、あが、早めのスロットルを心がけるとうまく、はい、いやー、本日終了